はい、なんか観光スポットに来てますね、はい、ここはゴジラ岩って書いてある。ゴジラ岩、ほら、さあゴジラ岩を探せ。あれか、これゴジラの墓みたいな。ゴジラの墓だもんね。さあゴジラを探せ。あれじゃない、このコメント見たら、じゃあみんなゴジラこれって言ってね。さあコメント、そんなリアルタイムなんですか。探せるのか。ゴジラ岩を探せ。ゴジラ岩を探せ。3分42秒とか言ってね。あんましゴジラだ、ゴジラと思った。コメントで3分42秒。見つかったかな。いやー、これ分からんだろうな。めっちゃズームしてるやん。さあこれかな。あ、これかな。これどれだろうな。さあみんな探せるかな。あれなのか、あれではないんじゃないの。もういいでしょ。これどうでしょう、これゴジラすごくない？すごいな、あれだ。後ろ向いてんな。横みたいな。横見てる。どこ見てんだろうゴジラは。さああっちに若かキングギドラがいるのか。キングギドラ。さあ向いてる方向はあの山。なんもないか。なんもなかったな。すごいゴジラ岩。すごくないこれ。あれちょっとリアルだね。リアルだよな。沖縄にゴリラトップっていう岩があるんだけど、岩があるんですけど、あれと比べ物にならないぐらいめっちゃクオリティ高いですね、あのゴジラ岩は。はいはい、ゆっちゃんチームですね。ゆっちゃったな。あ、ゆっちゃん、そうそうそう、ゆっちゃんチームですね。言いづらそうだな。さばけるよ。そこで稼いでいくから。そういうとこで稼がんと。久々じゃないですか、さばけるあんまり見てる気がしない、うん、ね。これ怒られるぜ。あ、そうなんですか。うん、あ、なんか滅びちゃするなって、なんかハローがこれで炎上した。これ怒られた。一回炎上したわけよ。身がダメになるんだって、水をずっとかけすぎると。いや、ハロー、ほら、うん、こういうソファ好きよね。そういうカペットもあるな。子供の時めっちゃ座りますね。やったやった、これで絵描いてた、こうやって。面白いです、うん、ここ汚れてたからさ。この分失敗したな。段差からな。段差があるのでご注意くださいになってる。リシは普段料理たちしたりするの。いや、しないですね。しないですね。全く、うん、しなさそう。今までなんかオフで作った本気の料理は。本気の料理はカレーとかですかね。おすごい。すごいカレーって。家庭科の時間長いですよね、カレーは。確か。まあ、ここにはないんですけど、この柔らかいゴム状のこれがあるんですよ。まず、まず、かき混ぜきみたいな。俺はこれだろ、それがガタガタガタって。手も汚れないから。効率よく。で、入れて。はい。難しいっすね、料理の撮影。これ、引っかないんで。前に出るタイプ。前に出るタイプ。なんか、あ、水蒸気のところが。もうなんかいろんな匂いが混ざってますね、ここ。炊飯器からの煙の湯気の匂いと。ちょっと鍋が。レンズが曇った、ごめんなさい。ちょっと水も足しましょうね。見て、雲すごくない？これ沖縄で出れる？これ、この雲。これ沖縄で出られたら、この雲は。もう先見えない。鱗雲っていうやつですか？鱗雲か。なんか落ちてる。スイカが落ちてる。スイカが落ちてる。スイカが落ちてた。抜けた先が海と想像できるんですよね。今山だろっていうのしょ、この感じ。昨日の夜タヌキいたっすね。マジで？道の真ん中に。マジか、猫じゃないよ。タヌキだった。タヌキでしたね。尻尾めっちゃ長いし。ふさふさしてる。ふさふさしてました、ね。マジか。タヌキ出るんだ。タヌキが道路の真ん中に座ってて、うん、まあ逃げていきましたけど。うん、結構よく出てくるみたいで、タヌキとか、あとイノシシとか、あとレア度高いので言ったらシカとか。シカ？シカいるみたいですよ。ここまで来たらクマとかいそうだけどな。ね、いそうっすよね。怖いな。27度らしいっすよ。沖縄より5度ぐらい低いっすね。27度。なんか横のアングルでこうやって撮ってたら、336ってことで2人でなんか開催が終わって5年後みたいな動画を思い出すな。販売機すらないからな。確かに建物がない、まず。ヤンバルぐらいしかないからね、沖縄で行ったら。ヤンバルも国立記念公園になるみたいだね。ね、いいことや。生き物が守られていくんですね。ちょっと栄えてきそうだ、
あ、めっちゃ栄えた。あ、めっちゃファミマもある。あの家細、この家細くない？めっちゃ細いっすね。細いよこの建物、すげえ。これ廃墟みたいな建物、すごい。こういうの好きだぞ。これなんか崩れかけてるため建物見るの好きなんですよ。分からん、誰もいないような、なんか見せておおってなるんですよ。大丈夫？あ、本当だ本当だ本当だ。あ、すごい。沖縄にいない種類っすよね。昨日さ、船乗ってる時に、うん、結構沖まで行ったんだけど、はい、ウミガメが海の上で浮いてるわけとか、1匹だけ、はいはい、ね、こういうなんか状況あるんだなと思って。沖縄にないさ、はいはい、私いたとしてもなんかガールとかサメに食われそうじゃんGT とかめっちゃ海鳥食いますからね、うん、食うっていうね。だから沖縄に海鳥いないのかな、うん、あ、全部抜けた、あ、全部抜けた、あ、やり直し。殴ってますわ。あっちでも少年が泣いてますね、夏休みに。本当だ、僕の夏休みだ。いいですね、ゴミ旅行。こういいんすけど、釣り金みたいですね。釣り金師みたいです、僕。おじいちゃん、まあ、おじいちゃんぶたよ。もう何か釣れた。ゴミだな。ゴミが釣れた。ゴミを釣って喜んでユッシーですね。なんか貫禄あるな。喋りそうだな、日本語。近くに行って話すってやったらなんか喋りそうだな。よく来た若者よって。わしは腹が減って死にそうなんじゃって。よければそこにある魚をわしに分けてくれんかって。はい、いいやつって、はい、はい、選んだらなんかいいもんくれるアイテム。ピースの角度は30度。あはーって何ですか？で、ピースの角度は30度じゃないですか。あ、クラゲいる、クラゲ。クラゲ？うん、クラゲいる、ほら。クラゲだよね。あ、クラゲだ、これ。クラゲっすね。なんか血管みたいなの出てる。クラゲ、触手長いからポイント高いんじゃないですか。伸ばしてごまかせ。そう。132センチですね。あんなに長いっすね。1320。見て、米。沖縄にないからな。ないよな。ないっすね。見たことないっすね。米。すごいな。羨ましいっすよ。そして魚いないな。あ、小さい、なんか緩やかになってる。すべての景色が最高すぎる。こういうの好きなんだよね。はい、場所移動しました。中井湾プレイプレアイパークですね、はい、なんですか、ここは。こっちですね。で、面白い建物があって、このボラマチヤグラ、うん、あ、いるね。いるんですよ、あっちにあるんですよ。おうおう、人いますね。ちょっと声かけてみるか、釣れてますかって。おう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 、すごいなこれ。すいません、釣れてます？反応ないな。ただ一点を見つめてます。うん、集中してるな、この人。おー、リアルマネキンですね、皆さん。これボラマチヤグラって言うんですよ、はい。で、ボラってものすごい警戒心が強くて、で、昔はこういう風に上から狙ってたらしい。こういう風にね。だからボラとか釣れるんじゃない？はい、ポイントなんですけど、あちら、降りるとこあるんですよ。見える？こっちに立って、この際に投げて巻くと釣れるらしい。ちょっとね、今回いいとこ全然ないんで、釣りたいですね。あ、なんかいるな。フグじゃない？あ、いいや、リリースするのだったら逃がせばいいのに。フグっすね。魚の餌にしよう。逃がしとこうと。これ、際から引っ張ってみよう。こっちに投げるんじゃないですか。うん、あっちの際に。すごい、鱗でっかい。めっちゃでかくないこれ。ほら、どこどこがにやけるけどなね。違う違う、なんかボケ用語だと思ったけど全然出てこなかった。それ自分に笑えたって。あれが出てきたんですよ。亀の脱皮した時の。
殻みたいな。絶対誰も分からない。ちょっと分からない。亀が脱皮するの？なんで釣るんだろう。亀なんか剥げたりするんですよ、甲羅の。それを一応言おうとしたんだけど、たぶん誰も分からんわ。俺ぴったり分からんかったな。金魚、なんで金魚っていうか分かります？金魚？金魚の名前の由来。だから、ね、金魚赤なのにな。昔の人は、その今の金魚の色が金に見えてから金魚って言ったのかなって俺は。シンプルにね。え、何それ正解？もしかしてよく、近所の川にいたから。それ金さんやんけ。ハールさんが結構正解に近いですね。マジ？もう適当に言ったんだけど。そうなの？光に当たると赤い鱗が金色に見える。おー、近いね。じゃあもう一つあって、うん、観賞用として大変高価な魚だったからは金魚ってお金になるってことなんですか？ツーバー帰ってきましたね。ツーバー帰ってきました。ツーバー逃げてたのか。じゃあ乾燥機、その合流した乾燥機に行ってきてます。洗濯も取りに行ったら、まあ安全運転したんですよ。暗かったから山道で、で後ろから車がつけられたんで譲ったら、パトカーで目の前でサイレン鳴らされて止まって、うん、止まってって言われて、うん、そこから職質めっちゃ食らいました。どういった経緯で来たのか、何しに来たのか。確かに沖縄だしな。そう。もう泥棒ひげだからな。泥棒ひげ？泥棒ひげなの？武将ひげでしょ。罰金いくらだった？罰金いくら？職質食らってない。でね、スリッパ履いてって、この宿にあるスリッパ、うん、であの島ぞうりみたいな、なんかこう、みんなわかるかな、指がこう引っかかるやつあるじゃないですか、うん、お父さんやると人の指がここに入るからね。あれだったらいいけど、うん、あのベナッシ、あのナイキとかよくみんながよく履くような、今時の横に指が引っかかるのないやつ、上だけこうなってる、ここになってるやつね、これだったからちょっと指導しようねって言われて。なんで石川県ではこれを押してるわけよみたいな。あ、これ推奨してるみたいな。これはダメですよっていうことを押してるって言われて、え、マジで。そういう気にいいんですよ。いや、指導だって。だから限定も罰金もないっすけど、で厳重注意ってことね。第3前回も違いやってたか。後ろで変なもんとか入ってないよねって言われて、だからライトでこうやって、うん、何パンクのとこ照らされて、うん、釣りみたいな、うん、これ見たんでしょうね。ああ、なるほど。そうです。警察が暇だった説あると思います。あ、ちょっと止めないって言ってた、普段。あ、そうなんだ。俺が初めてここに来たばっかりやから止めたんやけどって言われて、なんかリハーサルって思って以上です、すいません。悪いことしてないけどな。すいません、以上です。以上、前回一度通話でした。